Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear darling! Happy birthday to you! 失礼なんだよ。いや久しぶりだな、こんなつまんねえオープニング作ったの。作ってて楽しかったわ、自分で。もう作んないかもしんない。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもハッピーキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールオンザフローズンピークレベル4ということで、凍った世界の頂上の騙しコースですよみたいな感じかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.77% でさ、今日本当に誕生日の人いるかな。いたらめちゃめちゃ奇跡じゃない。ごめんね、ユールーズなんか言っちゃって。でも大丈夫さ、この動画を見てる時点であなたは負け組。ダメだ、そんな失礼なことを言うのは。僕は一生懸命動画を作って一生懸命編集してるんだ。バタダダダダダダ、開幕デカキノコ久しぶりだよ。こんな騙され方をされたのは上等じゃないか。じゃあデカキノコを取って、あの隙間にしゃがんで入る。それでいいんだな。前回に引き続き今回も隠しブロックが多いパターンですかね。じゃあ、あのデカキノコが出てくる前に早く右に行く。やめた。どうすりゃいいの、制作者もびっくりよ、ここに3回も落ちるやつがいるなんてねって。じゃあこれでギリギリ進んでいくよ。だけデカキノコのだけ一緒にそこでうろうろしてろ。バカは俺かよ。まあまあ、これで全てのピースが揃ったんじゃないんでしょうか。デカキノコを取って一旦当たる、そして上に行けば先に進めるっていうことなんじゃないかな。で、このちょっと待って、これ入るつもりなかったんだって。クソ。これ右行けね、左も行けねえのか。なるほど、こういう C 耐久ね。こんな C 耐久で俺を苦しめさせられると思うか。もうバネに乗って上に行かない、素直にこの扉の方に入っていきたいと思います。さあ進んだぞ、次の場面だぞ。オンオフがある、何もするな。オンオフをして僕は動けない。よくリアクションがわざとらしいとか言われるけどね、こんなオンをしたら何が来るってわかんのよ。リアクションの準備をしてんのよ。誰に言ってんだよお前は。行きます。オンオフをした瞬間、一旦ガリガリの前でブレーキをする、そして右邪魔するだけブロなら、ガリガリの前で一旦待機する、そしたら床があるから大丈夫で、ここ隠しブロック絶対あると思うよ。ないね。え、これ普通に取っていいのかな。いや、ちょっと待って、くっそ。絶対なんかしてくると思った、上の放題さ。いや、残された道はあの10回の方しかないのか。頼む、10回正解であって。なんか真相があるけど、これどういう意味なんだろう。もしかして救済措置か。上のパーブロックを叩きに行こうって。どうぞてめえ、どうせここもさ、ピンコイン集めても意味がないですよみたいなコースだと思うんだよな。トロールコースって結構そういうの多いじゃん。さあ、この上は隠しブロックはなさそうだ。じゃあこのパンを叩いてみようか。頼む、針に当たらないよ。マリ、この辺で大丈夫か。これ叩いてなんか変わったっけ。何も変わらないか。じゃあこのまま右に進んでいいんでしょ。は？この裏になんかあんのかな？なんか揺れてる。あ、つららか！はいはい、なるほどね。そして次のパンは叩いていいのかい？どうなんだ？すべてのパワーブロックを無視するんだ、ピオキング。ここは一旦つららを落とす。そしてこのつらら降りたらすぐ右に行く。ここのパワーブロックを無視。これ落ちてくるのか？落ちてくるんかい？分かっちまえば簡単なカラクリサーカスよ。このつらら落として右ラッシュ。そしてつらの前でブレーク！よしよしよし。電子エッジこっちに来るのかい。来たとしても僕は絶対動かねえかんだ。こんな見て、裏に中継ポイントがあったよ。ここに隠しブロックもあるんじゃないのか。隠しブロックがあるってことは一気に行っちゃっていいってことだ。オッケーオッケー、これで中間ポイントゲット。上は何もない。さあ、ルカに入っていこうか。まあまあ、早めの中間ポイント1だったね。何もしない。飛び馬、よくもやってくれたな、魚よ。こいつはもう抜いちゃおうぜ。うん、あ魚は無視して進もうや。そしてこのブロック壊れるんじゃない。だから早めに右上ジャンプ。なんもなんないのか。落としてくれてもよかったんだよ。あ、隠しブロックあるね。右ももしかしてある。ある。じゃあこのパンを叩くしかないのか。え、これパン抜けないんだけど。いや、ちょ、何が見えてた、おかしいだろそれ。なるほどね、雪玉をさ右に投げて、あの右のブラパだけ倒せばよかったってことね。そしたらわかるか。だからこの辺で雪玉を投げて右のブラパだけ倒す、そして当たっていけっていう感じなんじゃないかな。あ、ここも隠しブロックあるんだな。そしてチビのまま進んでいく。で、右のブラパ揺れすぎだって。おいおい、バグを使ってんじゃないよ。いや、好きだよこういうの。で、これさ、乗っていいの
のかな。これ数でめちゃめちゃ働くんじゃないの。で右のブラパンに当たりますみたいな。おほほほほほ。いやこれ意外といけるか。まだ意外といけるもんだな。あー分かった。これさ、ギリギリ右まで行ってあのコインのところらへんでジャンプしろっていうことなんじゃないかな。多分この辺で右ジャンプ。いやこれちょっと感性が働いてるからさ、左にもこっから右ジャンプ。あっ、おっ、おっ、よしよし。へい、じゃねえんだよ。これは左の方が正解なのかい。オーケーオーケー。で上はなんで、ここ行くのちょっと難しいんだよ。頼む、これジャンプか。なんでそっち。面白い罠を仕掛けてくれるじゃねえか。お、今度いない。え、なんで、え、なんか今度いなかった。めちゃめちゃラッキーだね。さあ次はどんな罠が来るんだい。このブランコに引っ掛けたってことはこの上に隠しブロックがあって、僕はもう下に落ちるしかないってか。でもギリギリまで左に行ってジャンプするよ。さっきはいなかったんだけど今度はいるかな。うわ、いるね。これマジで難しいんだよな。なるべく右に行ってこっから右ジャンプ。くっそ、右ジャンプ。よし、危ねえ。なんとなく感覚掴んできたね。そしてすぐ上にジャーイアンなモノマネでもしようかな。静かー。ガリガリに当たらないようにちょびちゃん。そしてこれはなんか掴まれてしまったけど、これは降りることができるのかい。マリジャンプとかしないだろうな。ジャンプボタンを押して降りるしかないんだよな。上に行くなよ、頼む。静かー。静かちゃん、僕と結婚しようよ。静かちゃんね、意味わかんないけ、 YouTuber とは結婚できたー。のーびたと静かが結婚ちょっと黙っとけ。もうこんなの実況でもなんでもねえよ。ただ頭が狂ってるやつが意味わかんないこと喋りまくってるだけだよ。ここはじゃあ降りて右出しでいいのか。頼むすげえ。なんか見つけた。じゃあ左のドアにどうやって行くかよ。左のスネークブロックに乗ればいいのかな。そしてこのスネークブロックはすぐにいなくなった。あ、このスネークブロックに乗ってけってこと。そしたら左のドアの方に。いや、ちょっと行ってくれる。お前いい加減にせよ。右のブロックもすごく怪しい。あっちが実は正解っていうパターンもありえるかもしんない。だからあの一マスの隙間うまい具合に入ってみせるよ。僕はここだ。いやでもさ、左のドア入れるかな。二マスしかなかったじゃん。だからあそこに隙間に入れっていうか、今のめちゃめちゃ上手くない。左の土管は入れない。さあ土管に入っていこうか。そしてここは中間ポイント見えたね。あの中間ポイント取るためにこっから右ダッシュ。よーし、さあバブル。毎回であんな二マス綺麗に入れるわけがないのよ。多分下になんかあるんじゃないかな、ここ。あ、やっぱり床があるね。で、この土管から出るバネで右の方に落とすっていうことなんじゃない。そんなにはいかがらねえよ。そしてここは裏につららがあるのが分かった。で、これなんか出してくるんじゃない。生ゴミか。で、ごめんね、この四角の枠は僕叩かないよ。右に中間ポイントがあるのが分かってるからね。じゃあこれをすぐに取っていく。やったいや、全然いいよ、中間取ってるもんで。さあ、中間ポイントに取れたね。ここまで来たら残りの体力を全部消耗しつくまでよ。どんだけ体力使ってんだよって話だよな。じゃあこの雪玉に乗って一番右上でジャンプ。わーい、なんか見えてんぞ。こんなところで10コイン、君を信用してよかったんだね。まったくツンデレなんだから。扉の中にバーがあったんすよ。だから右に進めなくて扉に入れなかったみたいな。決してボンミスなんかじゃないですからね。いや、これはマシーと思った。くっそ、間に合わなかったか。いや、これさ、ファイヤー取ることで間違ってんのかな。まあ進ませてもらえるもんは進ませてもらおうか。マナを全部見たいもんな。あー、右に雲がある。だから USA のまま来いてか。これはなるほどね。ただやられればいいだけね。こんなの楽勝だよ。これさ、 USA の状態でもあの雲のところまで一発で行ける予感がしねえな。じゃあここは何もしない。一旦からの甲羅を捨てなきゃいけないのか。そしてこのツタの一番上のところでジャンプすればブラパが出てこないみたいな。よしよし、さあドアに入ろうか。ドアじゃないと関連何回言えばわかるんで。お前は今まで何度間違えてきた。30回は間違えてきたんじゃないのか。いや、これいけないよな。え、こっからためじゃんみたいな。やっぱ土管に戻ってしまうよね。で、こっから、あ、なんか行き先変わるみたいな。ウェイト、俺のセリフだよ。じゃあここで一時待っておきます。どんくらい待っておけばいいんでしょうか。10秒か20秒か。まあ長くなりそうなったらカットしたいと思うけど、バレが降ってきたね。このバレに乗って上に行けってことか。
いや、これオンオフする、オンオフをしてこの恋の通り行こうか。いや、絶対ダメだと思う。でも僕は恋、あなたを信用するよ。もう分かりましたよ皆さん、オンオフはしていい。そして左のハテナブロックのところに追っておけば大丈夫で、右下に足場があったよな。で、こっから右に行けっていうことなんじゃない。で、あのドアはチビじゃないといけないのか。オッケーオッケー。で、もうすぐゴールあっていいよ。結構長いな今日のコース。で、これは、いや、どうしよう。一旦あのオンオフしかないもんな。いや、これは罠に引っかかったと思いきや、左から行けるぞ。狙え、狙うんだ、あの一マスを。ここやゴールよ。姿を見せてくれるだけでいいんだ。なんで戻った。戻っても何もなかった。よかった。じゃあ左の方からジャンプしたら真相が迎えに来てくれる。オッケーオッケー。そしてジャンプして、あのパンを叩いていいのかい。パンを叩いてあのドアの方に行けばいいのかい。ドカンじゃないドアって言ってんだろ。違う、ドアじゃないドカンって言ってもう脇上がってくるバサバー。なんでこのパンサマー鋭いなの。なんで僕はやられてしまったの。そういうバグかい。じゃあ君はもう無視することにするよ。そしてこのちくわブロックに乗って下に行けばいいとか。ブラパやめろやめろ、襲ってくるなよ。なんか右上、パンって書いてるけど、あのパンが何かヒントになってるの。ダックって書いてんだ。ガッ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 、違うダックだよやべ、もうやめた方がいいかもしれない今日。みんなガチで僕のこと心配しろ。喉大丈夫ですかね、頭大丈夫ですかねみたいな。それなのにさ、コメントは近所の人大丈夫ですかさ、近所の人の心配をするんだよ。僕の心配をしてくれよ。ちょっとさ、頼むって。もうそろそろゴールがあってもいいんじゃない。これは右を心配。どちらジャンプしていいのか。一旦ジャンプするか。集中します。オンオフがしないでいいのは分かった。勝手にオンオフが変わる。あれ変わんなかったっけ。じゃあオンオフしようか。そしたら、あ、これ左に行けないのか。しゃらくせえ真似しやがって。右ギリギリまで進んでみる。そしたらオンオフが変わるんだろ。分かってんだもん。そしてこれ急になんか来ないかね。大丈夫かね。このレール入りが変わったりしないかな。はだ、頼む、はだ。でもまあ分かったもんね。 B スイッチでこのリールが止まる。だからすぐ上にジャンプだ。そしてオンした瞬間すぐ右下に行こうか。どっかにゴールはないのか。頼む、もうスネークブロック、僕に何もしないでくれ。スネークブロック押して乗ってすぐ上ジャンプ。いやー、一番先頭のスネークブロック乗った瞬間左にダッシュ。これでいいんじゃない。で、右のスネークブロックはどこに行くの。あ、これ下から行けってことか。はいはいはい、なるほどね。いや、なんちゅうことすんの。もうトロールコース実況やめます。もう僕はなんでこんなに辛いことをいつもしてんの。どうかでブラパ来たよな。ここか、どこに来るのか。よしよしよし。そしてこのパンブロックを叩いて右の土管の方に行けばもうゴールがあると思うんだ。頼む、もうこれ以上僕がやられたらトロールコース実況やめるよ。なんでまだいや、あのブロックの中ゴールなんじゃない。めちゃめちゃ怪しい。だからだからなんだよ。ここは下から叩いてすぐにリンクを取る。そしてこのブロックを壊せば。頼む、ゴールがあってくれ。ないゴールはバナなのか。じゃあここでリンクで飛ばしてこのタイミング。やばっ、ただもうこのゲームやめろ。フィーンファンファンファンフィーンハヘフィシャーフォーニャ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 ーニョニャ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 、ここに何かあるわけじゃない。下のヒントがそうと思ってたよ。これでいいの、コインの取りに行く。いや、これはリプラップしてよ。ゴールは、いや、この中にゴールがあったパターンなんじゃない。うわ、絶対そうだ、これゴール。いや、まだワンチャンあるよ。上からもう上地面じゃねえか。頼むって、ここで中間ポイントはないよね。やっぱりゴールじゃねえか。上は、上は、いや、中間ポイント戻しはない。やったもうゴールの仕方分かったぞ。さあ皆さん
様、ゴールのお時間ですよ。恋の通りに行くのはいい。そしてヒップドロップしなかったらゴールができる。いや違うのかな、こっからどうするかなんだよな。爆弾出してみる。爆弾を出してまずやっつける、花ちゃんたちを。そしていやどうしよう、これさ、ドクロレート乗って右連れて行かれると思うから左を出発しようか。やりを出発、やったドクロレート乗って左を出発する意味全然なかったね。いやこれ本当にめちゃめちゃ貴重だったね。どうもありがとうございます。それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー217ということで、まあサムネにはね P スイッチが階段状に並んでてゴール条件があるんだけど、多分だけどそのゴール条件は P スイッチを全部踏めか着地禁止どっちかだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.96% で、これね前にも似たようなコースしたことあるんだけど、その時はねパウが階段状に落ちてくるっていう感じのコースだったんだよね。で今回は P スイッチを20個全て落ちてからゴール。いやーなるほど、やっぱりこういう並々な感じで上がってくるんだね。だからこれを踏んでってジャンプしてどこゴール、こういうのめっちゃ面白いよね。この P スイッチを連続で踏んでいくのがマジで気持ちいい。でジャンプができませんね。これブレーキ入れなきゃいけないのかな。いや、やっぱできんばい。じゃあどうやってジャンプするかよ。19個目ぐらいからジャンプ連打してみようか。走りながらできないのかな。途中でジャンプしてってみようか。あ、できんじゃん、できんじゃん。ならもう分かったぞ。あとはタイミングの問題だっていうことが分かった。この辺だ、この辺だ。止まけー。めちゃギリだね。20個目の先端でジャンプしてみるわ。いけー。しゃいやこれはマジで面白いね。難易度もそんなに難しくないからマジでおすすめです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。